浅野良蔵8月28日から1965年2月9日は日本の実業家。浅野財閥創始者、浅野総一郎の次男、父の死後に兄の浅野康二郎が財閥創水の座についたが、浅野良蔵が実質的に財閥を運営した。背が高く養子端麗。英語がペラペラで再起間発野心満々で経営手腕も優れていた。 1889年に、浅野財閥創始者、浅野総一郎の次男として生まれたが、天下無敵の乱暴者で、何度も父から感動だと怒られた。改正中学を卒業して、一橋大学を受験したが、苦手な英語の問題が全くわからなくて、自作のどドイツを書いて出したが、不合格になった。そこで、ハーバード大学に留学したが、大学では、ヘイスティプディング・クラブ、 フェニックス、スタイラス、ザ・カリオメト・クラブ、ザ・オーケー・ソサエティ、ザ・ウエスタイ・クラブその他のクラブに入会して、とても社交的に過ごした。大学図書館でたまたまで会った、小松隆はそれ以後、朝野良造の親友かつ側近となった。1912年に、ハーバード大学を卒業して、フランクリン・ルーズベルトと同窓になった。卒業後、東洋喫船のサンフランシスコ支店で、 下級社員として働いた。若い頃の宝刀は、痛快の極みで、父親も呆れ果てたほどだったが、総一郎は一景を案じて、毎朝5時に財閥の会議を開き、良造が欠席すると雷を落とした。良造は早起きするために仕方なく早寝するようになり、深酒や紅れない夢から遠ざかってシャムに洗練するようになった。すると、昔の宝刀を知る人は、 覚醒の感を抱いたという。1918年に浅野良蔵は、米国のグレース商会と共同で、浅野物産を資本金100万円で設立したが、700万円の損失を出して、浅野総一郎に大目玉を食らった。その時に、橋本梅太郎が浅野物産を引き受けて、経営を改善した。同年の末頃に、日本交換が、 浅野製鉄所に納入した、インゴットケースの品質が悪くて、数回の使用で亀裂ができて使用できなくなったので、日本交換社長、白石元次郎と、浅野製鉄所社長、浅野総一郎が、代金400万円を払え払わぬで大喧嘩になった。浅野製鉄所の副社長だった、浅野良造が、その交渉に当たったのだが、義兄、白石元次郎と、父、 浅野総一郎の板挟みになって苦しんだ。最後に渋沢栄一と中村忠志が仲裁して何とか収まった。浅野総一郎は1925年に東洋汽船の北米南米定期航路の営業権と定期航路の船舶8隻及び政府委託船1隻を日本郵船に売却して代金として日本郵船株12万5000株を受け取ったが、 東洋汽船はその後も長年経営難にあえいでいた。そこで1933年に、朝野良蔵はまず東洋証券を設立して、大金の日本優先株を同社に売却して、安田銀行借入金を肩代わりさせ、次に、東洋海運を設立すると、東洋汽船の船舶全部を同社に定期貸し船にして、配当を復活させた。こうして、責任を果たすと、朝野良蔵と、 白石元次郎は同社を辞任して無関係になった。浅野良造は不況に対応して1934年上期に浅野造船所の資本金を5000万円から1250万円に大幅に減資したが、鉄鋼需要が回復すると1936年11月にすでに造船より製鉄が主体になっていたので浅野造船所を鶴見製鉄造船に解消し、 朝野を亡くして、財閥批判を交わし、株式を公開し、一般大衆資本を動員して、資本金を2倍の2500万円に増資して、全額払い込みし、1937年10月には、さらに2倍の5000万円に増資した。また、既存の200トンと350トンの溶鉱炉に加えて、新たに450トンの溶鉱炉を建設し、成番工場を拡張して、 後半製造能力では、日本製鉄をしのぐ会社にしただけでなく、溶鉱路から鉄を作りそれを用いて船や機械を作る一貫生産能力がある日本唯一の会社に育てた。それで、経営手腕や努力で、浅野財閥の代表と言われた。戦時体制強化のため同じ地域の製鉄会社が合併するように政府が要請したので、義理の兄と弟である白石元次郎と、 浅野良造は1940年10月に日本交換と鶴見製鉄造船を合併して日本交換を浅野財閥最大の鉄鋼会社にすると白石元次郎が社長に浅野良造は副社長に就任した。1942年6月25日に白石元次郎が会長に浅野良造が社長に就任した。 第一次世界大戦の後継期大戦ブームの後、1920年に半導強行、1923年に震災強行、1927年に金融強行、1930年に昭和強行が次々に発生して、日本経済は急速に悪化していったが、それに伴って、朝の財閥参加企業の経営状態もどんどん悪化していった。 1930年11月9日に没した、浅野総一郎は、莫大な借金を残した。そこで、浅野良造、浅野安史次郎、浅野八郎、浅野義夫、白石本次郎、鈴木文次郎、金子清太、穂積茂武、増木修、清水光一郎ら一族が、一致団結し、安田財閥の支援を受けながら、満州事変以後の景気回復に助けられて、なんとか、 朝の財閥を再建した。具体的には、南部鉄道に五日市鉄道を合併させ、朝のセメントに日本セメントと土砂セメントを九州合併させて、岩木炭鉱には第二岩木炭鉱を九州合併させて、国策に従って発電設備を日本発送電に売却した後で、関東水力電気と朝のカーリットと石水工業を一つにまとめて、 関東電気工業にした。神奈川コークスを東京ガスに売却し利益を得た。また、発電所が完成すると、小川水力電気の持ち株を日本電力に売却して利益を得た。さらに大日本工業の持ち株を住友合資会社に売却して整理し、富士成功を日本製鉄結成に参加させて処分し、大島成功所を非創成功に売却し、 武蔵野鉄道を整理した。経営難が続く東洋汽線に関しては、1933年に東洋証券を設立して、安田銀行の借入金を肩代わりさせ、さらに東洋海運を設立して、東洋汽線持ち船全部を定期化し船にして、復配に成功した。朝鮮鉄山を十分の一に減資して繰り越し損失を埋め、さらに、 鉄工区を浅野造船所に売却した。石油生成業の内外石油は採算が合わないので開業前に事業を中止した。小倉製鋼の4万株を売却し、さらに関東水力電機の4万株も売却して、その利益を安田財閥の安田銀行と日本中屋銀行からの借金返済に充てた。麻野造船所は減資して繰越損金を一掃した。また、 財閥本社である、浅野同族会社を生産し解散して、臨時の代替会社として、浅野工業株式会社を設立することに、安田財閥の賛成を得る。さらに、浅野工業が、室蘭マイチクを買収して、少し規模を拡大することを決定した。ハーバード大学では、ハル・ルーズベルトと同期だったが、この人物は、フランクリン・ルーズベルトの妻、 エレノア・アルーズベルトの弟だったので、1911年に、朝野良造は、春と共に、カンポベロ島にある別荘に招かれたことがあった。1931年9月に、満州事変が勃発すると、日米関係はどんどん悪化していったが、そのような時期に、日本政府は、非公式な外交ルートで、日米関係の悪化を食い止めようとしていた。1932年11月に、 朝野良蔵はフランクリン・ルーズベルトに大統領就任祝いの手紙を送って心のこもった返礼の手紙を受け取った。1933年の夏にルーズベルト大統領は朝野良蔵の提案に従って良蔵の同僚小松隆史と話し合った。そして朝野良蔵がワシントン DC を訪問する際にホワイトハウスに来るように招いた。 1934年1月に、浅野良造がルーズベルトに手紙を出して、松方乙彦と会見するように求めたので、2月18日と20日に、ルーズベルトは、松方乙彦と約1時間にわたって話し合った。その時に、松方はタイプした長い覚書を持参し、この内容は、個人的な見解だが、日本政府の多くの人の意見を反映したものだと、語った。 その覚書の内容は5.15事件や満州事変は若い将校が起こした悲しむべき事件だが今や安定した内閣が成立して日本は正常に戻りつつあり軍部は政府から権力を奪い取るつもりはないし日本は満州を併合するつもりもないそして米国は中国 B 気だが日本と中国を公平に扱えば緊張状態は解消されるだろうし 米国艦隊が太平洋から退去すれば日本人はとても喜ぶだろうというものだった。ルーズベルトはこの覚書を国務長官、コーデル・ハルト国務省のスタンリー・クール、ホーンベックに渡して意見を求めた。ホーンベックは非公式ルート外交の悪しき宣令になるので待つ方に二度と会わないように進言し、ルーズベルトはそれに従った。国務省は 朝野良蔵との会談にも反対したが、ルーズベルトはそれには従わなかったので、ジュネーブでの国際労働会議の期と、1934年5月に朝野良蔵はホワイトハウスを訪問して約1時間ルーズベルトと会談した。その内容は不明だが、朝野良蔵は後に、我が国民と我が国に対する親切なご意見に感謝する手紙をルーズベルトに送った。 1935年には、浅野良造は手紙で、岡田忠彦と竹下帝徳に会うようルーズベルトに求めたが、実現しなかった。1935年、フォード自動車が工場建設のために、浅野財閥の鶴見埋め立て地11万坪を買収しようとした。陸軍はこれを察知すると、浅野良造を呼び出して、売買中止を勧告し、商工省も、 土地売買に反対した。その時たまたま陸軍大臣が満州に赴いたので、帰国までは契約しないように、陸軍大臣と商工大臣が正式な通達を出した。ところが、陸軍大臣が帰国すると、浅野良造は陸軍や商工省の勧告に逆らって、無断で土地を売却した。百三十九年には、自給自足による国防強化のためには、 南洋から輸入した鉄鉱石を日本本土で製鉄するよりも満州産の鉄鉱石を満州で製鉄すべきだという意見が一部で唱えられていた。鶴見製鉄造船社長として浅野良造はそれに反対し、満州産の鉄鉱石の利用は技術的困難が多い。陸路が多い満州からの輸送は船舶による南洋からの輸送よりも割高になる。 とにかく鉄鋼製産量を増やすのが重要だと述べた。1941年には鉄鋼統制会の評議員に就任した。日本交換朝野ドックの労働者は、うちはアメリカと縁が深いから空襲されないと公言していたが、1942年4月に同リットル空襲で日本交換の鶴見製鉄所が爆撃されて3人が死亡し、数人が負傷し、 1945年2月にも空襲され、1945年4月18日の空襲では、工場は大損害を受けて2名が死亡した。同年6月以降は、大木町のコークス工場や加工工場が空襲され、校舎は壊滅的被害を受けて、圧延工場も大部分が破壊され、離れた地区にある鶴見造船所も空襲で破壊された。それだけでなく海外は、もちろん、 北海道や九州からの石炭、鉄鉱石も補給が途絶えて、生産活動が不可能になった。終戦時の東国の宮内閣では、大倉大臣のアドバイザーを務めた。終戦直後には、GHQ の将校を宴会で接待して、理解を求め、同情を得ることに成功した。また、米国の雑誌、ライフの取材を受けて、財閥は、軍部や戦争に反対したと主張して、 米国で報道された。その際に、同リットル空襲の後に、朝野良蔵が日本交換の被害を視察している写真や、自宅の和室でくつろいでいる写真や、この絵踏みまろと朝野良蔵が会談している写真なども掲載された。終戦によって軍需が消滅して、鉄の需要がほとんどなくなったため、日本交換の経営陣は大部分の労働者の解雇を決めた。 そして段階的に実行している最中に、労働者は生産管理という方法でストライキを行った。さらに1946年1月26日、あるいは30日に、日本交換鶴鉄労働組合の1600名が、神田橋の本社にデモ行進して、社長の浅野良蔵や重役たちと集団交渉を行った。その際に、浅野良蔵は暴力を振るわれ、 負傷して病院に入院したと報じられた。それにもかかわらず、GHQ のセオドア公園は、労働組合とストライキを支持した。1946年4月末に、浅野良造は、日本交換の社長を辞任し、小松隆史は、日本交換の副社長を辞任した。二代目総帥の浅野康史郎の代わりに、浅野良造が、持ち株会社整理委員会の聴取に応じて、 日本交換の筆頭株主は、朝野とは無関係な保険会社であるとか、朝野本社は参加の会社を指揮しないし、参加の企業はそれぞれバラバラに活動した手や横のつながりもないので、米国が考える財閥には該当しないと述べた。戦後の財閥解体、公職追放を経て復帰後は、 1951年12月から1965年まで朝野学園理事長を務め、それとほぼ同時に1952年から1964年にかけて茅場工業の社長を務め、その後数ヶ月間会長を務めた。1965年に会長職に就いたまま日本交館病院で死去した。鶴見製鉄造船、東洋機船、 東洋フィルム、日本交換、南部鉄道、浅野雨流炭鉱の社長、東京商工会議所常議員、浅野中学校、高等学校理事長を歴任した。日米協会就寝会員で、東京ハーバードクラブのプレジデントを務めた。趣味はゴルフで、日本ゴルフ協会の実行委員として、関東ゴルフ連盟設立に関わった。また、 横浜市のほどが谷カントリークラブ設立に関わった。アメリカンフットボール関東連盟会長も務め、関西学院大学アメリカンフットボール部設立に、際して対米2000円を寄付した。2005年5月に、小朝の良造と遺族に感謝状と記念品が贈呈された。1965年2月2日くんに当水報奨。ありがとうございます。